秩序警察、秩序警察、秩序警察、独、オードトナンスパリジーは、1936年から1945年まで存在した、ナチスドイツの警察組織。略して、オルポ、オーポ、オードトナンスパリジーと呼ばれる。着用する制服の色から、緑色の警察、グランポリザイとも呼ばれていた。英語では、オーダーポリスとも訳されることがある。 ナチスドイツ時代においては、保安警察と並んで、体制維持の日本柱の一つであった。1936年6月26日、全ドイツ警察長官であるハインリヒヒムラーの指令により、ドイツの警察はすべて親衛隊に吸収されることになった。これにより、市町村、州、国のすべての警察は一元的に親衛隊の支配下に置かれるようになった。 警官組織は秩序警察と保安警察に二分された。保安警察は私服を着用した秘密警察と刑事警察から構成されていた。秩序警察は通常の緑色の制服で法を執行した。秘密警察は政治警察のプロの集団であった。一方、刑事警察は刑法犯罪の捜査を管轄した。1939年9月、 国家機関の秘密警察と刑事警察は、当機関の親衛隊情報部はそれぞれ新設された、親衛隊の国家法案本部の一部局となった。SS 上級大将のクルトダ・リュウ・ゲチス・ジョ、警察本部長官は、親衛隊全国指導者兼、全ドイツ警察長官であるハインリヒヒムラーに、説報告を行う立場にいた。 ダリューゲは1943年8月31日に、病により、秩序警察本部長官職を事実上退任しており、形式的には終戦まで、留任。1943年9月1日付で、アルフレート・ベンレンベル・ SS 大将が、秩序警察本部長官事務取扱いとして、実質的な公認に任じられた。秩序警察本部は、秩序警察の司令塔であり、 また、親衛隊の本部の一つである。本部内には、総局、外局、総幹部、監察官室、副官、連絡証拠部が置かれ、基本的には、秩序警察本部長官が統括し、各局長、総監は長官に対して、直接報告義務があった。秩序警察本部長官、本部官房、総局は主に秩序警察司令局と管理。 法務局が存在した。新衛隊、警察技術学校、テクニシャ SS ウントパルゼイコダミ。秩序警察長官法律顧問、ジュリストバイムシェフデアオードトナンスパリジー。消防団局、AMT、フレイウィリッチ・フォイアベル。緊急技術支援局、AMT、テクニシャナ・スルフ。衛生局、サンティツ・ミュウット1944年10月1日に。 秩序警察司令局第三部、衛星は、衛星局に昇格した。植民地警察局、コロニアルパリジー・エムテ全国緊急技術支援庁、ライクセムットテクニシャナ・セルフ。全国志願消防団長、ライクセムットフレイ・ウィリッチ・フー・アウェレン。都市防護警察総監、ジェンナーリンスペクター・でア・シス・パリジー・エラ・イショス。 国家地方警察及び地方防護警察総監、ジェンナーリンスペクターであゲンダメリエウントシツパリジー、デアゲメエンデン。秩序警察学校総監、ジェンナーリンスペクターであポリツァイシュラン。消防総監、ジェンナーリンスペクターでフワーロシュベソンズ。消防団学校及び工場防火、査察総監、ジェンナーリンスペクターであフワウェイシュラン、ワークフワウェレンウントブランドスカオ。 消防警察及び消防団総監、ジェンナーリンスペクターでアフーアーシャーツパリジー・ユンとフーアーメレン。秩序警察官舎宿泊総監、ジェンナーリンスペクター F ワールダス・アンタークンフツウェイソン。秩序警察衛生総監、ジェンナーリンスペクター F ワールダス・サンティツウェイソン。特別防衛総監、ジェンナーリンスペクター・スプリラブウェア。世界観教育観察官。 インスペクター FR ダイウェルティンショーリーチシュラン。歯科衛生観察官。インスペクター FRDEN。ザネティルカンガッスンヘイツダイオンスト。水上警察観察官。インスペクターデアワザーシャーツパリジー。防空観察官。インスペクターデアラフツフツ。消防警察観察官。インスペクターフーアーシャーツパリジー。通信観察官。インスペクター FR ダスナキリクティンウェイソン。 交通観察官、インスペクター・クラフトファール、ウンとバーキスウェーソン。武器、装備観察官、インスペクター・バファー・ウント・ガーイト。獣医観察官、インスペクター・ベターナー。騎兵観察官、インスペクター・デア・コバイファー。防護警察は、ドイツの大都市と比較的大きな市町村の治安維持を任務としていた。都市警察は、さらにいくつかに分けられていた。 国家地方警察は地方の村落や国境付近における法の執行機関であった。地方警察は主に密漁を防止し地方の安全のための山岳部隊を有していた。アウトバーンの発達により自動車化された地方警察の部隊が道路交通の安全を守るために1937年に創設された。これはは秩序警察の管理部門であり、 全ての秩序警察署を指揮する権限を持っている。また、管理局には、中央記録保持部門、文民の法執行部隊の統率機関があり、衛星警察部門企業活動を監督する、営業警察部門、建築警察部門等がある。大都市では、秩序警察管理部門、都市警察、刑事警察が共に、警察本部を構成し、地域を受ける、警察力として機能していた。 交通警察は交通法規の執行機関でドイツにおける道路の安全を管理している。この組織はドイツの道路をパロールし交通事故に対応する。交通警察は車で長距離を旅行するナチスの交換を護衛する任務を持っていた。水上警察は第三帝国の沿岸警備隊であるドイツの川、海岸、内陸の湖における安全と 保安も任務とし、公安の保全を行う一般親衛隊の組織である親衛隊公安保全部隊より上位の権限がある。鉄道警察はドイツ国有鉄道の従業員でもあるパートタイムの警官により構成されている。鉄道警察は鉄道の安全や鉄道に関するスパイ活動やサボタージュを防ぐ努務を持っていた。 郵便警備隊は約4500人の構成員を持ち、ドイツの郵便局の警備と電話や電報などの通信経路の保安を担当した。1938年にドイツの各地の消防隊は秩序警察に吸収された。消防警察は国に属する消防士により構成されていた。また、秩序警察本部は地方の自衛消防隊も管轄していた。 第二次世界大戦中、ドイツの都市はたびたび空襲を受けたため、消防警察と自衛消防隊は合わせて200万人を超えていた。保安救援機関は1935年に創設され、1942年4月、防空警察と名称変更された。この組織は空襲に対応し、緊急技術援助隊と消防警察とで協力し、 空襲の犠牲者を助けるための機関である。防空団は国家防空連盟により支援され、1935年から空軍大臣ヘルマン・ゲーリングの指揮下の組織であった。この機関は建物や家への安全を保つ空襲監視員の組織であった。緊急技術援助隊は建設技術者や専門家の集団である。この組織は 1919年に創設され、違法なストライキが行われる場合に、市民生活に必須の公益事業体等の機能維持する役割を持っていた。1930年に、ガス事故と空襲に対する緊急対応組織として、拡大され、自然災害、例えば洪水等に対応する人員、装備を保有していた。1937年により、この組織は、 警察の補助組織となり、秩序警察本部に吸収された。1943年には構成員は10万人を超えた。無線法案部隊は、ラジオ局への攻撃やサボタージュより守るための、親衛隊と秩序警察から構成されていた。外国のラジオ放送の違法な受信の捜査も担当した。工場警察の役割は、サボタージュや盗難から、 工場施設を守ることにある。警備員は民間人で多くは工場の関係者より構成されていた。秩序警察の指揮下にあり、新衛隊の制服を着用していた。1939年から1945年の間、秩序警察はドイツ国内の組織から独立した軍事組織を保有していた。最初の部隊は警察大隊であった。 これらは占領地域の法的秩序の維持と対パルチザン作戦のため設けられた。警察大隊は親衛隊や警察指揮官に指揮されポーランドのユダヤ人のゲットウの警備に投入された。警察大隊は人員が必要な場合にアインザッツグルッペンが人員を引き抜くための人的プールとして使用された。1942年に 多くの警察大隊から28個の警察連隊が編成された。そのほとんどは東部戦線でのドイツ軍の撤退時の戦闘に巻き込まれることになった。警察大隊はドイツ陸軍の通常の軍警察、憲兵とは別のものであることを記しておく。秩序警察の準軍事組織としては SS 警察師団があった。主に 戦線広報の警備と予備部隊として存在しており、歴史的には訓練不足で戦闘技術を書いていたことで知られている。師団は秩序警察の人員で構成される4つの警察連隊からなり、警察の人員を軍事的な状況に投入するために使用された。戦争の最末期に秩序警察の SS 警察連隊のいくつかが、 第 35SS 警察的団兵士団編成のために武装親衛隊に移管された。秩序警察は親衛隊と別の気象と階級名の仕組みを持っていた。警官は1936年来は組織上は親衛隊であるが、その任務には参加しないことが可能であった。戦時下にあっては親衛隊の一員である警察上級職員は親衛隊と 秩序警察療法の階級名を同時に所有していた。例えば、警察中将は同時に、親衛隊の一員であったため、警察中将兼親衛隊中将と呼ばれた。加えて、親衛隊及び、警察高級指導者では、軍隊の階級と異なり、捕虜の取り扱いが異なっていたためである。秩序警察に対するハインリヒヒ,ヒムラーの最終的な構想は、徐々に、 この組織をなくしていき、ドイツにおける通常の警察力を純粋な親衛隊の警備部隊に置き換えることであった。ヒムラーの夢では地方の法の執行は軍機能と政治警察機能を有する武装親衛隊のもと一般親衛隊により行われる予定であった。第三帝国の歴史的な研究では秩序警察の上級職員はヒムラーの計画を知っており、親衛隊が 国家の警察となる案に賛成したが、秩序警察の廃止には反対をしていたことが明らかになっている。第二次世界大戦が終わると、秩序警察は廃止されたが、連合国の占領軍のための警察業務を行う、たくさんの組織が一般警察業務を継続した。一方、秩序警察の伝統は東ドイツにおいて受け継がれ、そこでは人民警察と呼ばれる、 国家警察機構が、秩序警察や、親衛隊の構造を見本にして設立された。また、ゲシュタボを見本とした下味も設けられた。ドイツ連邦共和国では、警察は、中央集権を離れ、各州ごとの地方警察として独立した。地方警察の規則、手順、制服、気象は、もともとの秩序警察が使用していたもの、すなわち、 ワイマール共和国時代のものを利用している。緑色の制服には役職を表す気象をつけていた。検証は次のものを着用した。遺憾の階級の訳語は、警察組織の場合と軍組織の場合で2種類存在する。秩序警察自体、準軍事組織であるため、両者を併記した。秩序警察将官のエリショーは、以下のように変化した。 制服には次の襟章を着用した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。